女子高校生が選ぶ今注目の俳優ランキングトップ51位は吉沢亮に決定2023年最新調査結果 LINE リサーチが運営する調査メディアリサーチノートでは2023年2月10日から2023年2月11日まで日本全国の高校1年生3年生の男女を対象に今一番注目している俳優 女優というテーマでアンケート調査を実施。その結果をランキング形式で発表しました。本記事ではその中から女子高校生の調査結果を紹介します。映画やドラマで活躍する多くの俳優のうち女性高校生から最も注目を集めたのは誰だったのでしょうか。早速ランキングを見ていきましょう。第2位、目黒蓮。第2位には目黒蓮さんがランクイン。 2010年から活動を開始し、2020年にジャニーズ事務所のアイドルグループスノーマンのメンバーとして CD デビューを果たしました。俳優としては2021年に、京場にでゴールデンタイのドラマに初出演を果たし、そこからドラマ、消えた初恋2021年映画、おそ松さん2022年など、立て続けに話題作に出演。そんな中、 特に反響を読んだのがドラマサイレント2022年でではないでしょうか。目黒さんは病気のため中途失調者となり苦悩する役を務めました声を出せない状況の中ヒロインへの思いを手話に乗せ涙ながらに伝えようとするシーンに胸を打たれた人も多いはず感情の動きを丁寧に表現した演技が高く評価され本作にて数々の賞を受賞しました